ツベタナ・ピロンコバは、ブルガリア・プロブリフ出身の女子プロテニス選手。2010年のウィンブルドン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。身長180センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングはシングルス31位。 ダブルス141位。カヌー選手の父と水泳選手の母の間に生まれたピロンコバは1歳の頃からテニスを始め2002年15歳でプロに転校する。2006年の全豪オープンで四大大会に初出場1回戦で第10シードのビリナス・ウィリアムズに2から6、6から0、9から7で勝利したものの、 二回戦進出が最高の成績と目立った選手ではなかった。2010年のウィンブルドンではピロンコバはノーシードから快進撃を続け、準々決勝で過去5回優勝している第2シードのビーナス・ウィリアムズに6から3、6から3でストレート勝ちしてベスト4に進出した。ブルガリア女子のベスト4進出は史上初の快挙であった。準決勝では ベラズボナレワに6から3、3から6、2から6で逆転負けしている。2011年のウィンブルドンでは3回戦で前年に、敗れた第2シードのベラズボナレワを6から2、6から3、4回戦では、ビーナス・ウィリアムズを6から2、6から3で破り2年連続でベスト8に進出した。準々決勝では優勝したペトラ首飛ばに3から6、7から6、 二から六で敗れ二年連続のベスト四進出は逃した。2012年のロンドン五輪で二度目のオリンピックに出場した。シングルス一回戦で、スロバキアのドミニカチブルコバに七から六、六から二で勝利し二回戦で、イタリアのフラビア・ペンネッタ二五から七、一から六で敗れた。全米オープンでは、ノーシードから四回戦に進出し、アナイバノビッチに零から六。 4から6で敗れた。2014年1月のシドニー国際は予選から勝ち上がり始めてツアー決勝に進出した。決勝でアンゲリック・ケルバーを6から4、6から4で破り、ツアー初優勝を果たした。2016年全仏オープンでは4回戦で、第2シードのアグニエシからドアンスカを2から6、6から3、6から3で破る主君を挙げ、ベスト8に進出した。 準々決勝でサマンサスとーサーに4から6、6から7で敗れた。リオ五輪で3大会連続のオリンピックに出場した。シングルス1回戦でラウラ・シグムントに6から1、4から6、2から6で敗れた。ピロンコバは2016年7月にブルガリアの元サッカー選手、ミハイル・ミルチェフと結婚している。2017年ウィンブルドン選手権を最後に、 公式選出場から遠ざかっている。2018年4月に第一子の長男を出産している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。